ワールドサイバーゲームズは世界中の e スポーツ選手が複数のゲームタイトルにおいて様々な競技を行う国際的な e スポーツ大会。e スポーツオリンピックとしても知られ、オリンピックなどの伝統的なスポーツ大会に倣い、大会では開会式が行われ、金メダルや銀メダル、銅メダルを目指して様々な国の選手たちが競技する。WCG の新たな公式のモットーは、 ビヨンドザゲーム、モアザンスポーツ。大会は毎年別の都市で開催されている。2011年の時点で様々な国にディビジョンがあり、世界最大の e スポーツトーナメントであった。WCG はインターナショナルサイバーマーケティングの CEO、ユジープ王によって設立、サムスン電子による財政的な支援を受け、大会は e スポーツオリンピックとして考えられた。 組織自体には公式のマスコットが存在し、オリンピックからヒントを得たロゴを使用していた。各参加国の組織は、WCG 本戦における国の代表として、最も適した選手を決める全国決勝戦の前に、地域レベルでの予選を実施した。すべての大会に観客席が設けられているが、インターネット上の動画共有サービスでも見ることができる。 トーナメント試合を行うための場所の提供に加えて、サムスン電子のような大会スポンサーは、会場周辺のスペースを利用して、製品の実演や出展を立ち上げるなど、マーケティングツールとしての役割も担った。さらに、広告主にとってはこのイベントを、テレビを介した、従来の広告配信に触れていない可能性のある、若い男性の観客に届けるための良い手段であると、考えられている。 WCG への参加国2000年、ワールドサイバーゲームズが結成され、10月7日の開会式とともに、ザ・ワールドサイバーゲームチャレンジが開催された。このイベントは、韓国の文化観光部や情報通信部、サムスン電子が主催した。17カ国のチームが集まり、クエイクスリーアレーナやフィファ2000、エイジオブエンパイア2、ストクラフトブルード王といった。 PC ゲームタイトルでお互いに競い合った。WCG チャレンジは2000年10月15日に終了した。この大会には17カ国から174人が参加し、賞金総額は2万ベイドルであった。2001年、韓国ソウルにおいて初めてのメインイベントを開催、賞金総額は60万ベイドルであった。各国の決勝大会は3月から9月の間に、 開催され、メイントーナメントは12月5日から12月9日の間に開催された。38万9000人の選手が予選に参加し、430人のプレイヤーが決勝トーナメントへ進出。合計24カ国からのチームがトーナメントに参加した。2002年、韓国オーターで大規模なイベントを開催。賞金総額は130万米ドルであった。 45万人の選手が予選に参加し、最終的に450人が最終のトーナメントに参加した。また、2003年の大会は再びソウルで開催され、200万米ドルというさらに大きな賞金総額となり、Xbox のヘイロー、コンバットエボルブを使用した、コンソールベースの競技戦を開催した、最初の WCG トーナメントとなった。 WCG2004-2004 年 WCG はアメリカ合衆国カリフォルニア州サンフランシスコで開催され初めての韓国以外を開催地とするトーナメントとなったこの大会の賞金総額は250万米ドルであり642人の選手がグランドファイナルに参加したその後トーナメントは2005年にシンガポール2006年には イタリア・モンザと世界中の様々な国で開催され、この時期にマイクロソフトはイベントの主要スポンサーとなり、2008年までのすべてのイベントにソフトウェアとハードウェアを提供していた。さらにトーナメントで競技されるすべてのゲームタイトルは Windows PC もしくは Xbox コンソールのみに基づいていた。2007年にはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルで開催され、 賞金総額は400万ベイドルであった。2008年、トーナメントは、ドイツケルンで開催され、アスファルト4、エリートレーシングを含む、モバイルゲームベースのトーナメントを組み入れた、最初の WCG トーナメントとなった。2009年、トーナメントは、中国生徒で開催され、ダンジョンファイターの特別プロモーションが行われた。トーナメントと並列して、WCG は、 WCG r l t メットゲ e ー a というリアリティ番組に初登場した。WCG r l t メットゲ e ー a のシーズンには2010年8月から10月の間に放送された。2014年2月、CEO のブラッドリーは WCG の閉鎖を発表した。いくつかの提携パートナーは CEO と組織との協力が困難であると述べた。2017年3月、 サムスン電子が所有していた WCG の商標を韓国の出版社であるスマイルゲートに移管したと報じられた。スマイルゲートは WCG を未来の世界トップクラスのデジタルエンターテインメントフェスティバルとして発展させる計画であるとした。2017年11月7日、ワールドサイバーゲームズ2018が2018年4月26日から29日まで、 タイバン国において開催されることが発表された。2018年2月18日、トーナメント初戦から地域予選を開催し、参加範囲を拡大することを決定。それは近い将来、競技スケジュールを修正する可能性があるということであった。2018年9月14日、2019年7月18日から21日にかけて、ワールドサイバーゲームズ2019が、 中国西安で開催されることが発表された WCG における日本代表が獲得したメダルの受賞者一覧。また、メダリストではないが菊池は最年少出場記録を保持している。ありがとうございます。